アルミの塊に見せられた者たちが集うチャンネルに三度ようこそ。まずは前回動画を簡単におさらい。冷却力の大幅な向上を狙って表面積増大を計画。 3D デザインソフトを使ってこんな気持ち悪い形のものだったりとか、全周から深い水を掘り込んだスウェーデントーチのような形だったりとか、皆さんからいただいたコメントだったりとかアドバイスをもとにいろいろと作ってみましたよね。その 3D デザインソフトを使って表面積を簡単に計算することができるようになってるんですけども、なかなか難しい。ひたすら穴を開けたり、ひたすら水を掘ったり、いろいろと考えてはみるんですけども、表面積ってそうそう増えるもんじゃない。その中でも円の外周に沿って溝をいくつも掘り込んでいく方法、これもみんなからもらったアドバイスの一つだったんですけども、加工も比較的簡単で思いのほか表面積を増やすことができそうだったので、これがなんとなく良さそうだなっていうのが前回までの話ということで、今日は工場に1日入り浸り、加工が簡単そうとは言っても僕ができるレベルではないので、工場に全面協力いただいて作成することになりました。材料も工場に転がっていた余剰在庫を使わせていただいて、最初に出てきたアルミ塊と同じぐらいの大きさのものを作成していただくこととなりました。映像の方は円周方向に溝を掘っているところ、旋盤という機械を使って横方向にとにかく表面積を広げるといったような加工をしているところ、結構深くまで掘り進めていってもらっているので、切削したダストが生き物のように次から次と飛び出してきます。音がすごくてちょっと怖い感じはあるんですけども、展開が次から次と早いので見ていてとにかく飽きない。切削をスタートするまでの段取りに30分、溝を掘ったりはもちろん表面をきれいにする加工なども含め合計で1時間ほどで作成が完了。切削跡は滑らかで綺麗で艶やか。切削跡っていうのは金属加工においての魅力の一つではありますよね。続いてヒートパイプを埋めるための穴を加工、機械も旋盤からフライス盤に移動。今外側をくるくる回ってるのは穴の中心を見定めているところ。何度も大体でいいですよって言ったんですけども、一応100分の1ミリ単位で見定めてくれました。自宅にあるボール板とは比べ物にならないほどの力強さでどんどんと穴を開けていってくれます。左手で吹きつけているスプレーは切削用の油、ドリルの刃を何度も上下させていって10センチ近い穴を少しずつ掘り進めていきます。ヒートパイプを収めるための穴は今回合計で5つ、中心部分と外側に4つの穴を配置します。以前もそうだったんですけども、最初に 6mm のヒートパイプを収めるためのその 6mm の穴を開けるために、そのまま開けてしまうとブカブカになってしまうので、一回り小さい 5.9mm ぐらいのドリルのビットを使って穴を開けた後に、リーマーと言われる内壁を平らにしながら拡張していく工具を使っていきます。このリーマーの切削作業によって 6mm の穴が完成するような形。同じなんか 6mm のリーマーといってもいろいろなサイズの 6mm があるみたいです。あとは過去にヒートパイプを埋め込んだ際に空気が抜ける穴がなくて下の方まで入らなかったという経験があったので、後からの注文で側面部分にも穴を開けてもらうことにしました。上からヒートパイプを突っ込んでもこの横の穴から空気が抜けるという仕組みになります。そしてダストだったりとか切削油をきれいにして作ったのがこちら。その後もバリ取りだったりとか面取りとかいろいろ細かい作業をしてもらって、ただのアルミの塊だったのがこんな綺麗な素材に変貌を遂げてくれました。本当はもっとブレードの枚数とか薄さとかっていうのも調節することはできたんですけども、作業の段取りだったりとかはもちろん加工の時間とかに関してもこれぐらいでまず様子を見てみることにしました。パッと見た感じでは一体何なのかまるでわかんないですけども、見てるだけでも楽しい。当初に出てきたアルミの塊と比べて同じ大きさなんですけども、軽さで言うと結構軽くなりました。まあもちろんブレード分削っているのでその分軽くなったのは当たり前なんですけども、見た目よりも軽く感じます。縦方向に穴開けるよりはだいぶ効率よく表面積を増やすことができたんじゃないかなっていう感じがします。そしてこいつの何よりの特徴、これはもう手に持ったものじゃないとわからないんですけども、触り心地が抜群なんですよ。握り込んだ時の溝に肉が食い込むような感じだったりとか、もうなんかあのピタッとした感じ、なんかもう手にねぴったりくるんですよ。ただ握り込んでるだけでなんか妙にね落ち着きがあります。握り心地は抜群。すいません、こいつが CPU クーラーになるということを忘れてましたよ。今回は素材であるアルミそのものの熱伝導率に加え、より効率よい熱伝達のためにヒートパイプを埋め込みます。中心部分とその周り合計で5本のヒートパイプを埋め込んでいきましょう。穴サイズはヒートパイプぴったりに作られているので、どうしましょう、上から叩き込んで圧入していきましょうか。ぴったりといっても金属同士の接触なので、わずかな隙間が大量に発生している状況なので MX4 を使って熱伝導率を上げておきます。ヒートパイプ全体に MX4 をまんべんなく塗布。ネジザルスで叩きましょう。
まあ、正直ヒートパイプを打撃を持って打ち込んでいくっていうのはあまりいい方法ではないかと思うんですけども、現状これ以外の方法が思いつかなかったので慎重に作業をしていきます。ヒートパイプの中はほぼほぼ真空に近い減圧密閉がされています。そのためパイプの著しい潰れだったりとか穴が開いてしまったり破れてしまったりとかするとヒートパイプはその機能を一気に失ってしまいます。そうならないように少しずつ打ち込んでいきました。それでもちょっと正面部分曲がっちゃったんですけどね。どうやら底面近くまで到達、中心部分に収めることができたので2本目も同じように外側部分に MX4 を塗布してネジザウルスを使ってちょっとずつアルミ塊にヒートパイプを打ち込んでいきました。ヒートパイプとかも一回ちょっと実験とかで使っちゃってるんで少しひん曲がっちゃったりとかしてるやつがあったので、それで奥まで入んなかったのかわかんないんですけども、穴の9割以上は多分収まっているかと思われます。結構優しく叩いたつもりだったんですけども、ヒートパイプ自体が柔らかいのでなかなか綺麗に収めるのが難しい。最後の一歩なんてもともとヒートパイプ自体がガタガタになっちゃってたので奥まで全然入らず、破れさえしなければ多少の曲がりだったりとか潰れは大丈夫なんですけども、ちょっと心配なぐらい曲がっちゃってますね。切削したアルミの塊だけだと妙な高級感があったんですけど、ヒートパイプ打ち込んだ途端用途としては合ってるんですけど、なんかこれじゃない感が出てきてます。なんかだいぶ思ってたんと違うなこれこの形状はちょっとなんかどうなんだろう。見た目はあれですけども、ヒートパイプを触るとひんやりとした感じがあるので機能はどうやら失われていなさそう。一旦サーモグラフィーを使って状況を確認するために赤外線の乱反射を抑えるためのサーマルパッドを貼り付け、サーモグラフィーを使って温度を確認、 CPU に接触する底面部分をバーナーを使って炙ってヒートパイプに熱が移動するかを確認しておきます。しばらく炙ってヒートパイプの状況を確認するとどうやら熱は移動しているようなので、あれだけ曲がっていても動作自体は問題なさそう。それでは改めて冷却試験の準備、各パーツをいつも通り手際よく配置、冷却する獲物は前回同様コア i7-11700K を利用、 MX4 を塗りつけていきます。軽くなったとはいえそれでもそこそこの重さがあるので今回もドッカンと上から配置、 CPU ヒートスプレッダー上に配置した後は CPU グリスをなじませるように指を使ってグリグリと全体的に押し広げていきます。CPU クラー本来であればボルトとかで固定しなければいけないんですけども、今回は平置き専門っていう状況でやってるので手早く準備だったりとか片付けができるようにこのままの状態で検証を進めていきます。スイッチを入れてマザーを起動させていきます。冷却能力はもちろん少しでも向上させるために今回は爆風冷却ファンを利用、9センチサイズながらサーバー用なので 5000rpm で回ります。音はもうジェット機のような音、ブレードに触ろうもんならもう助からないですよ。アルミ界を通過させた後でもこれぐらいの風量があるので風量自体は問題なし。さてこいつでどれぐらい冷却させることができるのか実際に確認していきます。 PC が起動して間もなくアイドル状態の温度、平均的にだいたい34度前後ぐらいをうろちょろしているような感じ、室温は25度、若干高いかなっていう感じがしなくもないです。肝心なシネベンチ R23 を回していきます。回収間もなくの序盤は85度以下で収まってたんですけども、あっという間に85度を突破、中盤に差し掛かる手前あたりですでに1個2個90度を突破、そしてコア全体も残念ながら90度を超えていくような形になってしまいました。ちゃんと風が当たってるのかとかヒートパイプは機能してるのかとかいろいろ考えなきゃいけないところはあるんですけども、今までよりも100度に到達するまでの時間はだいぶかかってるような状態であったんですけども、それでも確実に温度は上がっていってしまいました。終わり間際に近づいてくるとサーマルスロットリングがギリギリ起きてるか起きてないかぐらい、温度も 3,4 コアで100度を超えてきているような結果となってしまいました。シネベンチのスコア見ると 14,183 と通常よりも 2,300 ポイントぐらい少ないような感じなので、目に見えないわずかなところでちょっとやっぱりサーマルソルトリングも発生しちゃってるのかなっていう感じがしました。ただ温度の加工に関してはシネベンチ終了後思ったより早い感じがしました。最初の頃は 2,3 分経過しないと50度台にはいかなかったんですけども、終了しても10秒ぐらいで40度台に戻ってくるような感じでした。これはヒートパイプのおかげだったのか何なのか、サーモグラフィーを使って実際にシネベンチを回していた時の温度の流れを見てみます。開始して間もなく80度に突破したあたりでもまだヒートパイプの方はそこまで暖かくなっていません。おそらく熱は到達しているものと思われるんですけども、言ってる間にどんどん熱を分散していってアルミ界の方に熱が伝わっているものと思われます。中盤を経過したあたりからヒートパイプは少しずつ暖かくなってきたような状況、その一方で CPU は90度を突破しています。クーラーの下の部分にも熱が溜まり始めちゃってるのが分かりますよね。
優秀な能力がある CPU クーラーだとこの辺に熱がたまらないっていうことは過去の検証で分かっているので、このアルミの塊を CPU クーラーだとするならば、こいつの性能は低いということになります。実際に数値用のデータでも視覚的にも明らかに性能が足りてないということがこの時点で分かってしまいました。検証が終わった頃になってようやくヒートパイプは暖かくなってきてるような感じ。ただ終わってから暖かくなるってことは蓄熱されていってそれが放熱できていないということを表しています。残念ながら検証は一旦ここで終了。今回のこの時点で分かったことを自分なりに少しまとめてみました。それでまず最初に一番感じたのは熱伝導率が足りないというふうに思ったこと。有馬金属の中でも特に優秀な熱伝導率を誇るんですけども、仮にこれが全部銅だったとしてもちょっと厳しいんじゃないかなっていうふうに思っています。やはり熱の輸送のほとんどをヒートパイプに任せてアルミは放熱などで使うという方法がやっぱりいいのかなっていうふうに思いました。今回ヒートパイプは5本も埋め込んではいるんですけども、熱輸送のほとんどはやっぱりアルミのその素材に任せています。そのため放熱セクションあるものの、そこに熱が到達するまでに時間がかかってしまって、結局蓄熱、CPU 接触面あたりでは熱の渋滞が発生してしまって発熱してしまってるんじゃないかと思ったんですよね。この辺に関しては皆さんからの考察だったりとか、あのコメントをお待ちしてますのでお願いいたします。ということで CPU クーラーに関してはかなりな低性能とはなってしまったんですけども、相変わらずあの握り心地だけは最高なので、握り心地世界一な CPU クーラーということにしておきましょう。それでまずこのアルミの塊を利用した方法での冷却っていうのは難しいってことが分かったので、この方法での虎鉄マーク3の撃墜は延期しておくこととしましょう。せっかく今回は工場の方に全面協力いただいていろいろと加工してもらったんですけども、かなり残念な結果ですよ。素材どころか、まあ、企画の段階からそもそも考え直さなきゃいけないっていうところではあるんですけども、引き続き虎鉄マーク3の撃墜に関してのモチベーションは全く下がってないので、今回の勝負はお預けということにしておきましょう。まあ、ちなみにお預けと言いながらも、実はもうすでに新しいアイデア動き出しております。以降は 2,3 本ほどちょっと別の動画を出しつつ、またね4月中に再スタートを切る予定でおりますので、虎鉄が撃墜されるところを見たくなっちゃったらチャンネル登録しといた方がいいかもしれませんよ。ということで最後までご視聴ありがとうございました。最後に皆さんにお願いがあります。ちょっと何その握り心地気になっちゃったなと思ったら高評価ボタン、虎鉄には一生勝てないと思ったら低評価ボタン、初めてこのチャンネル来てくれた方ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 2,3 本ほど動画差し込んだ後にまた月内中にはどうにかこの CPU クーラー企画再スタートしようと思ってますので、引き続きお付き合いよろしくお願いします。